皆さん、こんにちは。今日は鉄道ではなく高速道路を使っています。海老名サービスエリア、全国のサービスエリアの中で最も利用者数が多いと言われています。東名高速道路の途中にあります。東京側から30キロぐらいのところにあるということなんですよね。サービスエリアって普通は50キロごとにあるっていう感じなんですけれども、ここはちょっと短めなんですよね。それはやっぱり渋滞、これを考慮してもう少し近いところに設けられたというふうに言われています。面白いですね。やっぱりかなり渋滞する前後ということになっていますので、ここでお休みされた方も多いんじゃないでしょうか。東名高速道路乗ったらね、大体ここで必ず寄るかなっていうふうに思います。私も何度も寄っていますが、どうしてもね、ここ寄っていきたくなっちゃいますね。それは位置だけではなくて名物もあるからなんですね。海老名サービスエリアは本当に綺麗で新しい感じなんですけれども、こうして屋台があります。屋台もね、特に海老名だからっていうものじゃなくて、本当にね、お祭りに来た感じでいろんなものがありますね。そして名物はメロンパンにやっぱりなるんじゃないかなと思います。ポルトガルというお店が下りの方にあるんですけれども、こちらね、常に混んでいるイメージがありますね。もうこんなにメロンパンのね、入荷があるのかなっていうぐらい積み上がってますね。海老名メロンパン有名になっています。私はここのメロンパンが好きなので必ず買ってしまいます。普通のメロンパンも美味しいんですけど、やっぱり中にね、メロンクリームが入ってる方がより私は好きなんですよね。なのでお隣、プレミアムメロンパン、クリーム入り、これがいいですね。その他にも青森富士りんごクリームメロンパンとか、メープルメロンパンとか、北海道メロンパンとか、いろんな種類のメロンパンが出ています。海老名メロンパンだけじゃないんですよね。大流行りしたというイメージがあります。行列がね、できるほどということになったんですけれども、歴史は案外古く、ここのメロンパンは1993年に発売されてるそうですよ。かなり昔ですよね。30年前からあったということなんですよね。最初は目立たない存在だったと。ところが、バスの運転手さん、ガイドさんの休憩所っていうのがあるらしいんですけど、そこに試食を置いたっていうのが始まりで、まあ、よく使う方ですよね。やっぱりバスの方に、まあ、認知してもらって、で、紹介してもらってというね、流れがあるそうです。口コミで広まったそうですね。さあ、今、八天堂さんとコラボしている海老名メロンパンもありました。これ本当に美味しいんですよね。今一番おすすめですかね。そして、ギネス記録も持っています。48時間以内で最も売れた菓子パンの数ということで。すごいですよね。ここ普通のお店じゃなくて、高速道路にもかかわらず、ギネス記録挑戦できるぐらいっていうのね、すごいなと思いました。そして、海老名サービスエリアには、こんな感じで、お食事処もあるんですね。こちらはちょっといい感じの和食屋さんですね。中に入って、このお店でメニューを頼むという形になっています。隣にはフードコートもあるんですね。こちらはテイクアウト、たまたま半額のセールをやっていました。ちょっと良さそうなお店なんで、テイクアウトのお寿司も美味しいのかなっていう感じがね、しますね。春菜キッチン塩の倉さんでいいんですかね。半額のネギトロ巻きをゲットしました。これは安いなと思いましたね。と、291円になってしまいました。お醤油も、正田醤油ということで、いいお醤油ですよね。後で車の中で食べたいと思います。こちらもロイヤルなんですね。ポルトガルもロイヤルって書いてあるパンが売ってましたね。ロイヤルホストと関係が
ありそうだなという感じがしますね。そして、こちら高速道路名物ですね。いろんなサービスエリア、パーキングエリアにお茶が飲めるスポットあるんですよ。で、玄米茶があれば玄米茶を飲むんですが、緑茶になってましたね。嬉しいですね。お水とお湯だけじゃないっていうのが嬉しいなと思います。お茶を飲めば眠気防止にもなりますので、運転されている方にもいいんじゃないかなと思います。こちらフードコートになりますが、本当にいろんなお店入ってるんですよね。カルビープラスでは美味しそうなポテトチップスも売ってましたね。あとはラーメン屋さん、本格のお店とかね。ここは海老名なので、神奈川っぽいお店、特に中心になってるのかなと思いました。南津亭とかね、渋沢の方ですし、あと厚木のね、豚のとんかつ食べれますっていうお店もありましたので、この地域の味が楽しめるんだなという感じもありますね。お土産屋さんもかなり充実していますよ。日本のサービスエリアの中でも代表するような場所ですから、海外の方にもね、楽しんでもらえるような、本当日本を代表するような感じのラインナップ、これもあるのかなという感じがしましたね。天井にまで装飾がされていました。もう美味しそうですね。お、吉野家もありますね。お蕎麦屋さんにラーメン屋さん。本当にいろんなお店が入ってますね。お土産は東京土産中心でしょうか。こちらはアジの唐揚げのお店。いろんな味があります。塩、醤油、柚子胡椒、カレー、ペペロンチーノ、マヨネーズ、コーンポタージュ。これは期間限定ですね。せっかくなので期間限定のコーンポタージュ買ってみることにしました。すごいですね。小田原とかの、ね、方なんでしょうか。美味しそうです。メロンパン持ったキティちゃんがいますね。メロンパン色になってましたよ。これいいですね。海老名に来たなという感じがします。コーンポタージュ味どうでしょうか。おお、ほのかにコーンの味しますね。しっかりします。期間限定ということで、また別の期間に来ると違う味があっていいですね。他にも外にはキッチンカーが何台もあるんですね。営業されています。こちらの方も気になるんですけど、いつもね、もう他のお店もたくさんありますから、なかなか来れてないんですよね。気になるお店も見つけました。世界一のアップルパイ。私はアップルパイには目がないので、ぜひ食べたいなと思ったんですけれども、ここで先ほどお寿司まで買っているということをね、思い出しました。まあ、この後もご飯食べに来ますからね。ちょっとアップルパイはまた次の機会にしましょうかね。さて、ここまでは電気自動車で来ていますので、こういったサービスエリアは充電スポットになるわけです。だいたい30分間充電するっていう形になってるんですけれども、こちらもカードを使って会員カードでピッとやればもう充電できるということになっています。ガソリン代がかからなくて嬉しいんですが、ガソリン車と電気自動車、決定的な違いは、やっぱり給油・給電の時間の違いですよね。急速充電というのでやってるんですけど、30分では満充電というわけにはいきません。もっと時間がかかるんですね。うまく時間を使わなければいけないなと思います。急速充電器も一つのサービスエリアにつき、まあ、2個とかなので、そこが埋まってると待ちという形になってしまいます。ね、充電できる機械というのも限られてますから、うまくね、立ち回りたいなというところですよね。高速道路なので、100キロとか出していいところもあるんですけど、100キロ出してしまうと、充電の時間を考えるとね、効率が悪いんですよね。減り方が全然違うので、速度を出せば出すほど充電が必要になってしまいます。充電の時間を考えると、
飛ばすだけが目的地に早く着けるということにはならないんですよね。その辺もうまく相談しながら、車と相談しながらですね、運転していく必要があるかなと思います。私は燃費よく走るみたいなのが好きなので、楽しくその辺もやっています。さあ、今回は東名高速海老名サービスエリアの下り行ってみました。いかがでしたか？この動画はここまで。他にもおすすめのサービスエリア、パーキングエリアなどございましたら、ぜひぜひ教えてください。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。